こんにちは、タビキューです。今日は最近 USB Type-C 対応なのに USB Type-C で充電できないっていう商品に遭遇することが増えているので、その原因を調べてついでに直してみようかなと思います。商品名やブランド名は隠しました。定番の格安インカムで有名になってきていると思うんですが、なんで商品名を隠したのかというと、この商品特有の問題じゃなくて、同じ不具合のある商品とね、他にもたくさん遭遇しているからです。別の会社のインカムでも発生してますし、最近タビキューがよく使っているこの無線マイクとか GoPro の互換充電器なんかでも発生してるんですよ。しかも謎なことに、同じブランドの商品でも古い商品だとね、問題なく動いていたのが、新しい商品になったら動かなくなったなんてこともあります。今のところ遭遇しているのはたまたまかもしれないですけれども、格安の中華ブランドですね。中国メーカーの中でも有名メーカーのものや、日本やアメリカの商品では今のところかもしれないけれども遭遇していないです。実際にね、問題を再現しましょう。このインカムは USB Type-C で充電することになっているんですけれども、普通の USB Type-C ケーブルで充電しようとすると充電されません。もちろん充電器やケーブルが壊れているわけじゃなくて、他のね、ちゃんとした商品だったら同じ充電器とケーブルの組み合わせで充電できます。じゃあどうやって充電するのかというと、 USB Type-A と USB Type-C の変換ケーブルを使ったら充電できるんです。なんでこんなことになってるかというと、多分ね、これもともとマイクロ USB 端子だったのを単に USB Type-C の端子だけ取っ替えて、 USB Type-C で追加しないといけない CC ピンをちゃんと実装してないんじゃないかと思うんですよね。 CC ピンっていうのはざっくり言うと、接続した相手を認識するためのピンで、その中の機能にどっちが USB の親でどっちが子かっていうのを決める機能もあって、電力は親側から子側に送られる決まりになっています。Type-C 以前は USB Type-A が親で USB Type-B が子と、それぞれ端子が別だったから、 Type-A は相手を気にせずに電力を送信していたんですけれども、 USB Type-C は両方が同じ端子だから、どちらが親になるか決めないといけないんですよね。親になる側は相手が電力を受け取る子だと決まってから電力を送信するようになっていて、その時に使うのが CC ピンで、CC ピンとグランドが 5.1kΩ でつながっていたら子になります。相手側の CC ピンが実装されていないと Type-C の USB 充電器は電気を送れないので、だからね、今回の原因はね、これじゃないかなと思ってます。仮説が正しいか確かめるためにこういうのを用意していました。こんにちは。 USB Type-C の端子です。これをつないで抵抗を測ってみます。 USB Type-C の CC ピンは A5 と B5 なので、これとグランドの抵抗を調べてみますが、繋がってません。あ、やっぱ繋がってないですね。なので充電器側は相手が子機と判断できなかったから電力を送信しなかったんですね。いや、偉い充電器。ちゃんと USB Type-C ケーブルで充電できる機器で調べてみましょう。はい、5.1kΩ の抵抗が入ってますよね。後でさらに検証しますが、やっぱりこれは CC ピンが繋がってないのが原因っぽいね。この仕様をメーカーは知らなくて、テストもせずに出荷したのかもしれないけれど、もし分かっていてコストカットのためにあえてやったんだったらひどいよね。せっかくケーブルを統一するために少々割高でも USB Type-C 対応の機器を買ったのに、結局 USB Type-A と Type-C の変換ケーブルを別に持ち歩かないといけなくなるから困るんですよね。それにタビキューもさゆひめ電車の時に経験したんですけれども、旅先で充電されてないことに気がつくとね、ほんと困るんですよ。もしメーカーが分かっていて、まあ、USB Type-C 対応に見せたいけれどもコストをかけたくないからってこんなことをやってるんだったら、もうすぐやめてほしいです。二度とここのブランド買いたくないなって思いますからね。これなんてご丁寧にコネクターのところに突起がついていて、一般的な USB Type-C ケーブルだとここ引っかかって刺さらないんですよね。で、最初ね、なんでこんな突起ついてんだろうなって分からなかったんですけど、まさか Type-A と Type-C の変換ケーブル以外を使わせないためとかじゃないですよね。もちろん最初のテストではコネクターがスリムなケーブルを使っていたので、コネクターはちゃんとつながってますよ。
なのでコネクタがつながっていないから充電できなかったわけじゃないです。じゃあね、実際に CC ピンに抵抗を実装してみて充電できるようになるかを試してみます。注意点として、これは実験のために行っていて、ちゃんとした USB Type-C の実装にのっとってやってるわけではないです。 USB デバイス側の実装次第では親側の機器まで壊しかねないので、真似しないように注意してください。今回はね、もう今後一切使用しないことに決めたインカムを使って実験してます。まずはケースを開けていきます。ネジが5本ついてますね。余談ですが、この前トネのソケットレンチを買ったので紹介させてください。これ結構面白くて、もちろんソケットレンチとしても使いやすいんですけども、このね、2つを取り外してくっつけると T 型レンチハンドルみたいになって早回しができるんですよ。これ意外と楽で面白かったです。いや、本当はね、これ多分トルクスとかヘックスで使うための機能で、プラスネジでね、こういう使い方すると舐めやすいから危ないと思うんですが、まあまあ重みもあるおかげか、緩ませた後だと普通に使えますね。ネジを外すとすんなり開いて、隠しネジとかないのは好感持てますね。それでは中の基板のネジも外していこうと思います。裏側にピンが2つつながってますね。これも外します。 LED とつながっているのとバッテリー用みたいですね。基板が取れました。今時ここまで分解しやすく作ってあるのは珍しいですよね。今ならまだ後戻りできますからね。 USB Type-C が2つついているのは、片方が充電やファームウェア更新用で、もう片方がヘッドセットをつなぐためですね。端子がすごい細かいですね。 CC ピンがどこかで取れないか、ピンがどことつながっているか見ようとしたんですが、裏側はほとんど配線がないですね。光を透かしてみると内側の層でどこかにつながってますね。これ結構なんか贅沢な作りしてますよね。それでは CC ピンの場所を調べましょう。ここです。右から5番目ですね。肝心のね、 CC ピンはね、どこともつながってないっぽいですね。ってことはね、こことハンダ付けしないといけないのか。よし、シビアだな。狭いよ。グランドの場所も調べます。グランドはいろんなところから取れそうですね。これは別の取りやすいところから取ることにします。まずは CC ピン側に指ハンダします。小手先どころか、これハンダ糸よりも狭いんですけど大丈夫かな。接続するケーブルは束だとね、これも太すぎるので1本だけ残して切っちゃいます。ちょうどいい感じの太さになりましたね。で、ケーブルの方にもハンダをつけていきます。それではいよいよケーブルを USB コネクターの足にハンダ付けしていきます。隣のピンとの距離が近い上に周辺のスペースがないのでね、これちょっと結構大変ですね。おまけにこの設置場所が小さいので、ついたと思ったのにもうすぐハンダが剥がれちゃいますね。で、なんとかつなぐことができました。テスターで線が接続できているかも確認してみましょう。あ、良さそうですね。関係ない線がショートしてないかも調べてみます。大丈夫そうですね。線の補強と絶縁を兼ねてグルーガンで埋めます。では抵抗をつけていきます。抵抗は発熱するからバッテリーから離れて周りに他に何もないここに置くことにします。ちょうど近くにいい感じのグランド接点も出ていたので、これを使いましょう。抵抗とケーブルをハンダ付けして、抵抗の反対側をグランドの接点とハンダ付けします。これで完成ですね。本当は CC ピンって両面あって、両方とも抵抗をつける必要があるんですが、 USB の端子が片方からしか取れなかったので、まあ、1個でちょっと断念します。それでは元通り取り付けていきます。本体のケースもネジ止めていきましょう。
それでは 5.1 キロオームでつながっていることを確認したら USB Type-C のケーブルをつないで充電できることを確認します。見事充電できるようになりました。やっぱりね、 CC ピンが原因だったんですね。もういらないのでこの突起も削り落としていきましょう。これでね、普通の USB Type-C ケーブルもつながるようになりました。 CC ピンを片側にしかつけていないので、USB 3.1 に対応したちょっといいケーブルとかを使うと上下反転で充電はできなくなります。ということで今回は USB Type-C で充電できない問題に迫ってみました。本当ね、こういう商品はやめてほしいですよね。紛らわしいからマイクロ USB つけてくれた方がまだマシです。このインカムはもうね、怖いので使いません。で、最近はね、このもっと安いインカムを使ってます。インカム同士の、ね、通話はできないんですけれど、ソロ通なら十分だし、2500円くらいとかなり安いです。しかもね、音質がね断然いいんですよ。気に入ってリュウキとアストロ GX の両方ともこれをつけました。充電はマイクロ USB なので USB Type-C に差し替えようかなと思って分解してみたら、実装がかなりひどかったので耐久性はないかもしれないですね。ということで、格安 USB Type-C 商品の充電できない問題、無事に原因を見つけることができました。今回も見ていただいてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。旅Qでした。